はじめまして、すいません、よろしくお願いします。あ、じゃあ いいですか。よろしくお願いします。斉藤さんで。そうです、斉藤重信と。あ、よろしくお願いします。じゃあ今回の動画は男性機能鍛錬道場さんの提供でお送りします。ご視聴いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。第6チャンネル出演者大募集、概要欄に掲載の Gmail からご応募お願いいたします。ディレクターみたいに元で働きたい、面白い動画が作れるようになりたいという若者大募集です。よろしくお願いします。斉藤さんの知人っていうことでいいんですかね。あのご紹介いただきまして、はい、なんかあの経済事件の犯人ってことで、はい、10年以上服役されてたっていうことなんですか。あの懲役15年の判決を受けまして、はい、堀江さんと一緒の時期もあったんですけど、長野刑務所に約13年半ぐらいいました。13年服役したんですね、はい、今斉藤さん出所されてから、はい、どれぐらい経つんですか。2022年の6月29日にあの出所しましたので、はあ、約1年半ぐらい経ってます。お、はい、この1年半はじゃあ何してるんですか。ずっと本書いてました。あ、はい、で今講談社で全部チェックしてますので、あ、遅くとも4月までには。4月までには、はい、でその事件の全貌みたいなことなんですかね。そうですね、事件の全貌と、私が山一証券におりましたので、はいはい、山一証券入社と同時に副社長が自殺しまして、はい、でその辺からまあ一般的には三菱重工 CB 事件と言われてるんですけど、はあ、はい、でちょっと僕が本当にもう疎くてですね、はい、いいですか。あ、もちろん、はい、斉藤さん今 61 です。61歳、はい、出身はどこですか。出身長野県です。お、はい、で親もエリート家系なんですか。そういうなんか、いや全然エリートじゃなくてですね、さびれた温泉街でクリーニング屋をしてまして、はい、あ、そうそう、私は次男でしたので、うんうん、もう東京に出るものというふうに。はあ、家族の中で決まってて、はい、で東京に出てきました。昭和61年に、はい、中央大学を出まして、はい、同時に山一証券に入社しまして、で山一証券っていうのは、はい、証券会社としてはナンバーワンって感じですか当時。いや、ナンバーワンは野村証券でですね、はあ、その次が大和日光山一と、はい、大手4社の一角でした。なるほど、はい、で入ってからまず、はい、副社長が自殺するんですか。そうですね、はい、それは、まあ、当時は分かんないでしょうけど、はい、後に何が原因で自殺するって分かるんですか。単純には社内の路線の違いでですね、はい、自殺した成田副社長は、まあ、兄弟閥でですね、兄弟出身 で、はあはあ、で本流行ってましたのは東大閥っていうのが山一証券の中にあってですね、ほうほうほう、でこの人たちが、まあ、三菱重工の転換社債をきっかけにしてですね、政財界にですね、はい、お金をかなりばらまいたんですけども、山一証券か、はい、まあ、これも野村もそうです。野村も大和も日光と山一と、まあ、野村が中心になってますね。で野村は、政界にお金をばらまいてですね、山一と日光は総会や含めた裏社会にですね、お金をばらまいてですね、で今でしたら、まあ、東京地検特捜部が徹底的に捜査して全容解明になるするようなことになるんですけど、全てを知っている山一証券の成田副社長が自殺してしまったものですから、全容解明に至らずに迷宮入りでした。で三菱重工の転換社債は1000億円資金調達しましたので、そのうちの3割ぐらいは政界含めました、闇社会含めて渡ったと言われています。転換社債って何ですか。ですね、何のリスクもなく、うん、100円がある1日で200円になっちゃう、そういう金融商品が証券会社にございました、うんうん、はい、今ないと思いますけど。なるほど、はい、で、まあ、お金借りて、買いますと自分の銀行口座にある日突然300億円が振り込まれるっていう、そういうふうにお金をいただければ、
じゃあ表にまだその時は出ず、出ずです。はい、だから私の本の中では国名に書いてます。なるほど、はい、そこからどう流れてくるんですか、その話は。その時にですね、三菱重工は三菱銀行からお金を借りて転換社債っていうのを買うことができましたんで、うんうん、でそれを証券会社は利用しようとしたんですけど、例えばお客さんから100億円預かって年利 7% で回しますから山井証券にお金預けてくださいと、特定金銭信託っていう呼び方してたんですけど、山井証券含めた野村大和日興が積極的にお金を集めましてですね、おそらく、まあ、山井証券だけでも1兆円以上の資金を集めてですね、運用して、で利回り保証してますので、1000億円預けましたら、70億円はお支払いします。こういう取引を証券大手4社が積極的に始めたんです。でこれが山井証券が破綻するきっかけになった飛ばしにつながってるんですけど、飛ばしっていうのは分かんないです。損しましたら海外に飛ばしてしまってですね、会社 その損失分を消してしまうんです。そんなことができるんですか。そんなことやっちゃってまして、でこれが後々大問題になって、山井証券はそれで結局自主廃業。その山一証券の中で斉藤さんは出世していくんですか、はい、どんどん。私エリートじゃないんですけど、社内的にですね、はい、ただその特定金銭信託っていうのは証券会社がお客さんからお金預かって勝手にどんなものでも繰り返していいっていう、そういう商品でした。だから今でいう山一証券投資信託みたいな、はい、そうです。で私も当然社員ですので、そういうものをお客さんに提案し続けてたんですけど、結局私は資金を預かることを集められなかったんですけど、たまたまですね、最後に大蔵大臣で亡くなった三塚博史さんという方が、この方の資金を斉藤さんの好きなように運用していいですよと7億円ほど預かりまして、それを運用していったんです。7億円もね、はい、で最後ゼロになっちゃったんですけど、7億溶かしちゃったんですか。はい、はあ、ただ勝手に売買することは本来は違法取引なんですけど、三塚大蔵大臣が直接関与してないんですが、秘書の方を通じて、はい、斉藤さんの好きなように運用していいですよと言われました。そういえば大蔵大臣が OK してるから OK みたいなとこでもあるんですか。裏金だったんですね。へえ。ですから裏金なもんですから、表に出るとまずい資金を私が預かりましたんですね。でそれを、まあ、斉藤さんに預けるんで好きなようにうまくすごい運用していいですと。じゃあ斉藤さんその時何歳ですか。その7億預かってる。ですね、31ぐらいだった。入社9年目とかなんですか。8年目ぐらいですね。はい、ちなみにそれはその時やりながら、はい、アンタッチャブルなとこにいっちゃってるな自分っていう気持ちはあるんですか、その時は。でもそんな認識もなく、はい、まあ頼まれちゃったからやるかみたいな感じですか。そうです、もうラッキーっていう。へえ。手数料はどんどん落ちますので、証券会社は何か売ったり買ったりしないと、うん、手数料取れないんです。あ、そうなんですか。で任せますって言われましたら2時間とか3時間おきに売り買いしますと、まあ、どんどん手数料が。ああ、じゃあそれが自分の成績になるのか。そうです、おっしゃるとおりです。はあ、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 はい、でラッキーと思ったら7億溶けてたんですね。そうです。それどれぐらいの期間に溶かしたんですか。ですね、5年ぐらいです。一時期増えたんですよ、はあ、7億円が10億円ぐらいになったんですけど、はあ、その後が山井証券の自主廃業に向かって株式市場がどんどん下がってくるものですから。一体斉藤さんなんで捕まっちゃうんですか。あ、その時は捕まってない。捕まんないですか。はい、そういう経験を私がしてしまったためにリーマンブラザーズから、はい、まあ、ゴールドマンサックスも含めて
総額約1500億円の資金を違法に集めましてですね、どこに山口証券、いや、あの、私が逮捕されるきっかけは、はい、今から16、17年前で、山口証券はそれ の, あの10年ぐらい前のお話ですね、はい、その10年間の間に外資系の証券会社に行ったり、直前はですね、自分であのアスクレピオスという会社を作ってですね、斉藤さんが代表の会社を作ったり、そうです、はい、それは何会社なんですか。これはですね、病院のカルテを電子カルテにして、あの患者中心にした医療体系に、はい、を目指そうとしてたんですね。ほう。その当時は、まあ、患者中心というよりも、あの医者中心というか病院中心に動いてましたので、うん、例えば YouTube もそうだと思うんですけども、うん、いろんな人たちが主役になれるような、はい、そういうシステムになってますよね今、うん、メディアは。それの医療版、全ての情報がを病院が持ってまして、はい、そうすると患者はあの医者にお伺いを立てて、あの全部自分の体にも相談しなきゃいけないっていうのが、うん、そうじゃなくて、患者自身が自分の体についてどういう治療が適切なのかっていうのをこう主体的にこう判断していくっていう、お、そういうものが本来のその医療のあり方だろうというふうに私は思ってます。その当時ですね。要はそれはその患者側にもインターネットでなんかこのすぐ検索できるようにしたりとか、そうです、はい、治療が3パターンあって、はい、A だったらこの病院、 B だったらこの病院、 C だったらこの病院がいいですよみたいなプラットフォームを作ろうみたいな。その通りです。はあ、はい、はあ、はあ、はい、あ、っていうことを作るためにゴールダンマンサックスだやら、はい、リーマンブラザーズやらから1500円を資金と調達したんですか。総額1500億円です。うん、まあ、そのきっかけが病院の物流を支配しているというふうに私に移ったのは当時商社でですね、はい、で丸紅というあの財閥系商社があるかと思うんですけど、はい、あそこと組みまして、はい、まあ、組んだというか、私最終的には私はあの利用されたり、私も丸紅を利用したりしていた部分があるんですけど、はい、丸紅の保証付きの書類を出してもらいまして、それを担保にゴールドマン、リーマン含めました、日本の、まあ、主だったそのファンドを運営している人たちから総額1500億の資金を集めた。別にそれは悪いことではないですよね。ただそれには偽造書類が必要でですね、丸紅が保証しますっていうその書類は偽造だったんですね。ちなみにその本当にざっくり説明すると、はい、何をできるとして偽造したんですか。はい、丸紅の代表取締役が、斉藤さんがゴールドマンから100億集めた資金は110億にして返しますっていうあの書類を丸紅名義でですね、は発行したんです。だからその丸紅を使ったポンジスキンってことですか。はい、もうぴったりの、あの、嘘の、あの、リターンを提示して、はい、それってあの、個人の詐欺師とかがやるみたいなことでよく聞、なんかね、聞くじゃないですか。はいはい、そんなのが、その、返せると思って、その、それを作ってるんですか。なんか、なんとか後々、生じ合わせられるかなって思って、はい、その書類を作ってるんですか。あのですね、そこ、ポイントなんですけど、非常にポイントなんですが、私は最初始めた時はその書類はあの間違いない神聖なあの丸紅が発行しているものだという認識でいたんです。はいはい、でただ途中からおかしいんじゃないかというふうに思い始めたんですけど、はい、ゴールドマン・サックスっていう、まあ、当時世界のナンバーワンの投資銀行が100億という資金を出しましたので、はい、私が管理する銀行口座にですね、はい、でその段階でこの書類が偽物とか本物とかはもうどうでもよくてですね、はい、ゴールドマンがこれに100億出したんだから丸紅は最後は支払わざるを得ないだろうっていうふうに、うん、そう思うように なったんです、うん、ですからもう丸紅は逃げられないと。そのくらい、まあ、ゴールドマンの、 あの書類の査定って
あの価値のあるものだというふうに私は思ってましてですね、当時、うん、はい、ちゃんとした取引だと思ってるってことですか。そうです、はい、だって実際はどうだったんですか。実際は嘘です。全部100億もらって丸紅屋さん100億どうしてたんですか。あの丸紅には1円あ、20億円ほど行きましたけども、うん、残りの大半の80億円は私と丸紅の社員1人と、約5億円は私現金で受け取ってですね、それによって、まあ、私腹を肥やす形になってしまったんですけど、まあ、それがあのこう一線を越えた瞬間でですね。へえ、しかもその丸紅にゴールドマンサックスが100億出したっていうニュースによって他の銀行も貸すんですか。そうです。はあ、リーマンはゴールドマンが出すんだったらうちも出そうと、で371億円出した。お、もっと出すんですね。はい、はあ、その中からもちょっと頂戴するんですか、あの私服に。はい、しました。申し訳ございません。でもじゃあ本来はそうやって1500億円集めて、はい、医療のプラットフォームを作って、はい、それによって生まれた利益で返すっていうのがかかった人たちが思い描いてた図ってことなんですか。そうです、はい、それプラス丸紅が1500億をあの預かりましたら1800億で返しますっていう保証書を入れたんですね。はあ、そんな、はい、その書類は全て偽造です。算段もないのにってことですか。はい、その斉藤さんにその罪の意識はあるんですか。当時私腹を肥やす手前まではないんですか。手前までは全くありませんでした、うん、はい、じゃあそれ誰が嘘を書いたってことなんですか。当初 の, あの書類は丸紅の社員が全て作成しました、うん、その書いた丸紅の社員自身はどういう心づもりでやってるんですか、はい、ノルマ達成のためです。丸紅のノルマを達成するため。うーん、嘘だと自覚してるんですか。自覚してたはずです。はあ、じゃあその主犯格は斉藤さんとそのもう一人の丸紅の社員さんなんですか。そうです。ただ私は懲役15年ですけど、丸紅の社員は懲役14年でした。なんでそっちの方が1年短いんですか。私がお金の管理を全てしていたためにです。ああ、じゃあといただいた1500億の中から、はい、あの自分で使っちゃったりとかするかどうかのさじ加減を全部斉藤さんが一人でやってたと思うんですか。ああのさじ加減はですね、丸紅の社員と一緒に。あ、一緒にね、はい、で私が預かった資金を、もう一度ある人物に預け直したんですけど、はい、それについて検察の取り調べで一切黙秘したんでですね、はいはい、まあ、それが心証を悪くしたのかもしれないです。へえ、その黙秘した理由はやっぱありますか。相手が闇社会だからってことですか。いや、この人闇社会じゃなくてですね、はい、これ名前ここだけピーと入れていただいていいですか。ピーと申し上げたの、にという人間がいるんです、うん、でこの人に私の資産を約17億円ぐらい預けたんです、うん、でこれはどうしても黙秘しなければならなかったものですから、うん、検察にそこを話してくださいと言われても全部黙秘したんですけど、うん、だここだけはですね、あ、いや、もちろんもちろん、そんなあの、ごめんなさい、あの僕もそんなあの天井人たちの派遣を荒らすみたいなところの、はい、なんかどうのこうのになんかあの突っ込もうとか全く思わないんで。そうですか。その人に預けてたお金があるんですね。はい、それ17億って言っていいんですか。ええ、大丈夫です。あ、そこバレてるんですもんね。ええ、17億円、はい、これ どこにやったのって言って、はい、黙秘してたんですもんね。そうです。はあ。そうか、黙秘した分が重くなったと思いますね。はい、すごい。結構、ごめんなさい、1500億円近くが、はい、もう外資、はい、国内含めて銀行から集めたわけじゃないですか。はい、いくら使い込んじゃったり自分のポケットマネーにしちゃってたんですか。20億円です。おお、じゃあ逆に1480億円はどうしてたんですか、残りの。今上場会社に社名変更、名前変更してしまったんですけど、はい、あの昔メデカジャパンっていう
会社があったんですけど、そこに200億ぐらいつぎ込みました。投資したところですか。はい、あと他には大半は、病院の再生のために、はい、あとは方式ポンジスキームですので、うん、お金を集めたら別なお金を集めた人のところに返さなきゃいけないんですから、ほうほう、それの、リターンとしておそらく90億円ぐらいは使ってると思います。おじゃあ いくらかは返してるんですか。ちなみにその1000何億円の中から貸してくれた人たちに、はい、返してます。あ、はい、で最後に残ったのが450億円ぐらいは、はい、損失が出てしまったんですけど、他は返してます。あ、じゃあ1000億近く以上は返してるんですね。はい、あで450億ぐらいは、まあ、斉藤さんの私服どっかに投資してるとかに使われたってことですね。はい、そうです。すごいことしてますね。はい、こんなにこやかな顔して。え、そう、ごめんなさい。一応でも夢の医療を発展させるというか、はいはい、まあ、古い体制の中やってるこの医療業界を変えるっていう、はい、もう最初はその一点でした。最初はその一点、はい、でそっか、それを実現するには本当に多額の金が必要だなってのもなんか分かって、はい、全然そのビジネスとは別のところで、はい、普通に一個人としての生活は上流階級っていう暮らししてたんですか、その時。ちなみにそうですね、高級車も一番高い車は1台9000万ぐらいの。あ、持ってるんですか。その時持ってました。家は家賃ですか、それとも持ち家ですか。 家にはですね10億ぐらい投資してました。10億円の家に住んでた当時、すでに正確には7億円です。いや、もうどっちでもいいです。そうなってくるとご自身が起業する手前でもう死ぬほど稼いでたんですか、外資の証券だらないとっていう。あ、メリル・リンチにいた時に初年度、年収1億になりまして。メール・リンチってどこですか。アメリカの今バンクオブ・アメリカに吸収されてしまったんですけど、証券、証券会社があって、はいはい、年収1億って、はい、どういう立場なんですか。役員とかでもないんですもんね。逆に役員になると年収1億もらってない人もいるんですけど。あ、そうなんですか。はい、もう外資系は仕事をしてパフォーマンスが上がればもうどんどんお金払いますんで。へえ。野球選手と変わんないです。なるほど。はい、もう高い年俸払ってもうアメリカ外国好きなところに出張していいよみたいな。へえ。感じに当時なってました。すごい。ちなみにその7億の家建てたって何歳の時ですか。45です。ご家族は。妻一人、一人と子供一人です。もう何て言うんだろう、別に愛人がいるみたいなニュアンスのなんか間違い方でしたけど。愛人は正直いました。いや、そりゃそうですよね。でも7億円の家買おうってことは、はい、年収1億じゃ買わなさそうっすよね。ですね、私一人で会社立ち上げてですね、はい、その会社を裏口上場させたんですよ。それまたずるい手ってことですか。なんで裏口上場って。アメリカでは普通リバースマージャーっていう言い方してるんですけど、いや、カタカナに英語にするとかっこよく聞こえますけど、裏口上場、はい、それ犯罪ですか。犯罪じゃないですか。犯罪じゃない、ギリ犯罪じゃない、はい、これなかなかできないんですよ、やろうと思いましても。じゃあそれはさ、特権階級のみ許された、はい、モラル的には良くないけど、はい、見過ごされるタッションのような、はい、お金を儲ける方法ってことなんですか。そうですね、まあ、それもたまたま成立してしまったんですけど、ほうほう、東証マザーズに LTT バイオファーマっていう会社が上場してまして、はい、その会社と株式を交換したんですね。ほうほう。でこれがいわゆる裏口上場でですね、私の会社の方が売上が当時60億ぐらいありまして、はい、でマザーズに上場してる会社は10億円ぐらいしかなかったんです。ほうほう。生涯大を飲むって本来東京証券取引所は、うん、そういうことはやらないでくださいっていうことになってたんですけど、はい、まあ、それをたまたま実現してしまってですね、私の会社の株式が資本金1億4000万ぐらいだったんですけど、はい、それがある日突然40億円ぐらいになったと。へえ。その上場することによって。はい、上場することによってですね。で、はい、は
でその会社の会長が水島豊さんというんですけど、はい、この方はあの今、美智子上皇その方のいとこなんですね、はい、でそれがあの LTT バイオファーマの会長だったんです、はい、めちゃくちゃいい毛並みの会社だったんですけども、うんうん、たまたま そこと私が接点ができてですね、へ、斉藤さんの会社の株とうちの会社の株を交換しましょうと、うん、これによって私の資産は40倍ぐらい膨れ上がった。へ、斉藤さんメリットめっちゃあるじゃないですか。めちゃめちゃ向こうのメリット何なんですか。向こうは売上50億円ぐらいの会社を自分の会社にできましたんで。ああ、そっかそっか、なるほど、はい、それをしたおかげで、はい、ウィンウィンだったわけですね。そうです、表面的には。私の会社にはその丸紅の偽造書類の、はい、によって収益を上げていたっていう、うん、それは最後まで隠してですね、はんはん、それによって上場することができたんです。へえ、それが後にバレたってことなんですか。バレました。へえ、すげえ。だって別に本来はそんな皇族とか、はい、家族とか、はい、あのそういうところの出身とかでもないですもんね。違います。山一証券でコツコツと出世してって、はい、でコツコツとそういう人たちとの人脈を作ったってことなんですか。はい、まああとはたまたま運ですね。へえ、はい、私の周りにいい人がたまたまたくさんいたと。その人たちの力を借りなければ私にではできませんで。ほう、いい人ってのはどういういい人ですか。金持ってるってニュアンスですか。賢い人たちです。へえ、なるほど、うん、いやもうさっきのその裏口上場とかを言われてた時からもうちょっと意味不明でしたもんね。はあ、でもまあそこはでもそういうことによって、はい、えって実際に捕まる時はどこに警察が来るんですか。はい、あ、私はですね、丸紅の方は自首したんですけど、はいはい、私は自首はしなかったもんですから、はいはい、海外に逃亡したんです。で香港に逃亡したんですけど、はい、で香港に3ヶ月ぐらいいたんですけど、はい、香港上海銀行のワンチャイ支店からお金を引き出そうとしましたら1時間経ってもお金が下りなくてですね、うんうん、でそうしましたらあの香港警察が来まして、でマネーロンダリングの疑いであなたを拘束しますと、はあ、言われて身柄を拘束されまして3日間、はいはい、一番最初に拘束されたのってあの警視庁でもなければ東京地検特捜部でもなくてです、ね、香港警察に拘束されて。へえ、すごいな。どのぐらいから自分が暴走してたかなって思いますか。でも裏口上場は犯罪じゃないんですよね。犯罪じゃないです、うん、はい、だから今もその一番早くその上場させるには結局私あのこの裏口上場を成功させたのって半年しか時間かかってないんですよ。ほうほう、で半年で自分の資産が約40倍になった。ほうほう、こういうのって積極的に今の若い人もやればいいと へ思うんですけどね。なるほど、はい、ですから私東京地検の方に言われたんですけど、なんで自分の会社を裏口上場した時に持ってる株式を全部売って投資家から集めた資金 の返済に当てなかったの、うんうん、その時にあの全額当てれば私の事件は事件にならなかった。へえ、そうなんですか。はい、なんでしなかったんですか。できなかったんです。もっと上があると思ったんです。へえ、あのその上っていうのは、はい、やっぱその どんな気持ちなんですか。その時はもう世界的 なんか起業家になるぞみたいな気持ちにいるんですか。もう東京がおもちゃの街に見えました、一瞬。へえ、でそれここじゃないなっていう。じゃあそれステップアップにニューヨークだとかに、はいはい、なんかもうでっかいビル建てるみたいな気持ちですか。その時はそう思ってました。へえ、私のステージは東京じゃないっていう、そのへえ狂った自信。だからごめんなさい、あの今の斉藤さんからその感じが全くあの感じないから、あのすごいとか不思議で面白いんですけど、はい、それなんですか。その当時はもっと嫌なやつでしたか。はい、車運転するときに、まあ、自分があの税金払ってやってるんだと思ってましたんで、うん、あの
タバコですとか窓から捨てたり、自分の灰皿を千代田区にばらまいてあ、まだ悪いっすね税金払ってんだから掃除するやついるだろうぐらいに思ってます。そっか、それもそれ家族とか どうなんですか、その奥さんとか、はい、息子さんとかって、はい、逸脱した野望を持った斉藤さんをどう見てるんですか、はい、引いてるんですか。子供は15歳です。まあ一番多感な時かもしれないですけど、はい、妻はやっぱりちょっと引いてました、うん、お金の額が増えれば増えるほど家族はだん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 崩壊 していきました。息子さんにちょっとグレたって感じですか。グレるっていう感じじゃないですか、そんだけ金持ってると。そうなんですね。英検2級かなんかに子供が合格した時に、はい、お小遣いで100万円こう渡したことがありましたけど、でもそのお金子供はちゃんと使わずに22、23歳ぐらいまでずっと持ってました、ね、ちゃんとしてますねえ、息子さんは日本の学校に行ってたんですか、当時。青山学院に入りまして、本当は東京芸大に行きたかったらしいんですけど、この今映像関係 のコマーシャル作ったり、CM ディレクターってやるんですね、はい、ついこの間言われたんですけど、はい、息子の生き方は父親の全否定っていうふうに言われましたんで、それ息子から直に言われますと全否定って言われるとかなりへこんだんですけど、僕が一番高い車マクラーレンメルセデスの SLR っていうのがあったんですけど、それを子供に見せた時に触ろうともしなかったっていう感じですね、乗ろうともしなかったんです。それ子供何歳ですか。14ですね。はあ、じゃあ捕まるちょっと前ってことですか。はい、はあ、お子さんと一番距離が近かった時はいつですか。小学校3年生までです。その時はアメリカの証券会社にいましたけど、子供も自分なりに見つめ直した、まあ、自我の確立みたいな、うんうん、それ以前の時はキャッチボールしたりしたこともあったんですけど、狂った金の使い方をし始めたあたりからもう妻とも子供とも家族との接点は一気に消えていきました。でもその当時の愛人の人とちょっと会うぐらいしか、そういう仕事以外の人とコミュニケーションを取ることないんですか。ないです。へえ、その金の使い方を今振り返るとどういう段階を踏んでくるってっていう感覚ですか。私車が好きだったもんですから、はいはい、まあ、山井証券の頃からドイツ車が好きでですね、ベンツってことですか。当時はアウディでした。ほうほう。その車を最高一度に7台ぐらい持ったんですけど、ほうほう、部をわきまえずポルシェに乗ったりですね、なんか3、4ヶ月ぐらいごとに車を変えてったんです。へえ。それとまああとはお酒が入るとやっぱり私個人的には良くないなっていう。ちょっとアル中でもあったんですか。そんなこともないですか。そこまでではないですか。あ、でももともと酒弱いのに飲んでしまうから、なんかいろんなアイゼンバンクに電話したりですね、うん、そういうことを始めちゃったんだと思うんですけど。アイゼンバンクって何ですか。アイゼンバンクなんていう言い方して、こう勧誘が来るわけじゃないんですけど、はい、まあ、紳士には淑女をがふさわしいですよみたいな。おしゃれな、なんかさせる文句ですね。そうそうです。だから紳士には淑女がふさわしいんで、その出会いをきっかけを作りますみたいな、そういうメールが来るんですよね。で、高額納税者名簿っていうのがありましてですね。今ないんですけど、これは自宅の住所と私のフルネームが載ってるんですよ。それをきっかけにしていろんな案内が来るようになってですね、決して自宅に行きますんで妻も見ますから、その妻が見ておかしくないようなきちっとしたそのなんか DM なんですよね。なんか大人の社交場がありますみたいな雰囲気ですか。そうですね、もうそれすら匂わせない。なん青山ですとかにプライベートなスペースがありますけど、一区画
借りませんかみたいな。へえ。年間20万とか30万で。ほうほう。で、実はそれに登録すると、女性の案内がどんどん来るように。へえ、すごい。だからそっか、会社の人とか、はい、奥さんとかにもバレないように巧妙にできてるんですね、そういうのは。そうですね。はあ。え、じゃあ、それ登録したら、最高何人かかってましたか、愛人。3人。あ、3人。はい。一月いくらですか、その人たちにかかる費用は。一人、一つずつ会社作ってあげてですね。え、ほうほう。はい。で、資本金1000万円にして、これを元手に何かやってみたらっていう。それってやっぱり税金対策になるからってことなんですか、節税節税って言いますか。いや、そこまで考えてなかったんですけど。私、女性にも、結局愛人バンクって体を売るってことじゃないですか。はい。ですから、体なんか売らずに、自分の、可能性をもっと追求してほしいっていうふうに思ったんですね。はい、そういう悲惨な女性も結構いるんでですね。まあ、ある人の愛人になって、それで捨てられて、はいはい、そこから、まあ、風俗にこう、のめり込んでいくみたいな、あ、はいはい、そういう女性が結構、かなりいるんでですね、はいはい、そこから女性を解放 してあげたかったみたいなことを言うと、ちょっと綺麗になっちゃうんですけど、はいはい、そういう思いも少しあったんです。でもそれ1000万元手に何か事業やらないって言って、はいはい、その成功させられる能力その人たちにあるんですか。うん、最終的に自殺した女性も一人いますので、結局私の出したわずかな資金は何の役にも立たなかったかもしれないんですけど、はい、まあ、一時しのぎにはなったかもしれない。なるほどね。と思ったんですけど、愛人バンクに登録した方の名前とか変わった人いるんですけど、それは名前が変わった人、はい、一人目は P というふうにお願いしたいんです、さんって言いましてですね、その方の愛人をたまたま私も同じ人と同じ女性と知り合ってですね。なるほどなるほど。そっか、愛人は男性を掛け持ちしてるパターンがそれはありますもんね。そうです、はい、ほうほうほう。でたまたまこんなことされちゃったんですよみたいな話になりまして、インターコンチネンタルホテルに呼び出されて、で〇〇さんがドア開けて入ってきたら、おもむろにズボンとパンツを脱ぎまして、はい、今から G 行為をするんで、うん、最後まで見てなさいって言われてですね。はーはー。普通女の人目をそらすじゃないですか、うん、で目をそらしましたら、目をそらしちゃダメだっていうことそういう性癖なんですね。触られたいとかじゃないんですね。違うんです。ずっと見続けられたいっていう、はい、それどういう承認欲求すごいですね。もう一人ですね、愛人だった人もがまた私の担当にもなりまして、へー。でこの人はかわいそう、あまりにもかわいそうだったんで、私の会社で採用してみたんです。どうかわいそうだったんですか。もうあちこちその愛人バンクに登録して、で風俗に行ったりしてました、ね。あ、そうですね、はいはい、もう体売るのはやめろ、僕の会社に来て働けばそれなりの給料出すから、はいはい、それで生きていけばいいでしょうっていう言って、うん、僕の会社に採用しました。はあ、ちゃんと生きていけたんですか。その方が自殺しました。おお、そこだ、馴染めなかったってことですか、はい、普通の一般社会の会社員になるってことか。ただその方はですね、法政大学出て三井住友海上にでまともに働いてたんですけど、ああ、でどっかでちょっと人生が狂い始めちゃって。そうです、はい。はあ、そこじゃ別にそもそもサラリーマンができないっていうことではなかったんですね。はい、非常に賢い機転の利く女性でした。ああ、差し伸べたってことですか。そうです。へえ、そうなんだ。ちなみに捕まってる最中お金で保釈されるかなっていう気持ちとか当時ありました。ものすごくあったんですけど、はい、私の場合黙秘してましたんで、うん、保釈は認められなかったんですよ。はあ。ですからそれは接見禁止って呼んでますけど、はいはい、家族も含めて弁護士以外連絡取ることできないんですよ。はあ。って期間はどれぐらいですか。
約1年半でした。はあ、一緒に1年半経ったぐらいにはもうちょっと刑務所である一定期間過ごさなきゃいけないなとかっていう気持ちですか。まだ1年半だってそんな気持ちじゃない。まさか懲役15年だとは思いませんでしたんで、はあ、もう懲役15年という判決が出た時には頭の中は真っ白でした。46ですか当時。はい。何年ぐらいだと思ってたんですか。8年か9年だと思ってたんですけど。はあ、もうほぼ倍みたいなことですね。はい。ただ通常詐欺罪って懲役10年なんですよね。うんうん。ただ私の場合には15年。ああ、まあ扱ってる金額と、はい、黙秘してます。黙秘も含めて。はあ、はあ。なんか東京の街ってなんかおもちゃみたいに見えたって言ってたじゃないですか。はい。そのマインドって、はい、刑務所何年目ぐらいから変わってったのとかあるんですか。もう言ったらその一般的な感覚とかって刑務所の中でちょっとずつ取り戻せるもんなんですか。そうですね、2014年刑務所に入ってから、はい、4、5年経った時に私慶応大学に学士編入しまして、はい、通信課程ですね、はい、でその頃にはもう常識的な感覚に私自身は戻っていったような気がするんですけど。え、刑務所にいながら慶応に入学したんですか。はい、そうですね、はい、そんなことはできるんですね。難しいんですけど刑務官が協力してくれたんですよ。あっていうのはあれですか、その、はい、模範囚だったんですか。そのある意味は犯罪体は、はい、模範囚でした。あで ただ抵抗するところは抵抗しました。あ、そうなんですか。はい、例えばですね、私経済の教材で、はい、日本経済新聞をスクラップしたり線引いたりしてたんですよ、はい、でこれ刑務所は使用目的外使用で、はい、禁止なんですね、はいはい、言ってみれば違法なんですよ、はい、で全部私日経の記事でしょうか取られて廃棄させられちゃったんですけど、はい、納得できなかったんで、はい、監査官に対する苦情の申し立てをしたら、はい、返ってきた結果が3ヶ月後にそのような事実はないっていう、もみ消されたんですか。はい、そのような事実はないって おかしくないですか、うん、おかしいですよね、うん、でこれ納得できずに法務大臣まで直訴したんですね。あ、法務大臣まで刑務所の中にいて直訴できるんですか。できるんです。へえ。その法務大臣に直訴しましたら採択されたんですね、はい、8ヶ月後に結論出たんですけど、斉藤さんの言う通りだと、はい、いう結論が出て、その2週間後に私仮釈放をもらえたんですけど。はあ、はい、刑務所の中で慶応に入って、はい、刑務所の中で卒業したってことですか。あ、8年在籍したんですけど、はい、最後に試験が受けなきゃいけないんですが、はい、それは刑務所の中で受けられないものですから、あ、結局出所しますとやることがいっぱいあってですね、はい、卒業できなかったんですよ。あ、そうなんですか。8年刑期が残り 4、5 年あたりから、はい、いろ本出そうと思ってですね、はい、ノンフィクションとフィクションと小説、短編小説と長編と、うん、書き始めたんですね、はい、今は出所してから作家って感じですか、肩書き的には。いや、そんなかっこいいもんじゃなくてですね、うん、去年1年間はもう夢のような、はい、編集責任者がついてくれてですね、はい、夢のような世界でですねずっと書くことできたんですけど、うん、これからそれ似た同じことができるかっていう。ああ、そっか、別にじゃあ、はい、最初出した後第2弾どうするのかみたいな、また同じこと書くのかみたいなことするんで、ね、そうです、はい、あ、ちなみにその捕まっちゃってから、はい、家とか資産とかどうなったんですか。 あと家族とか。ですね、妻とは離婚しまして、子供の親権は失いまして、はいはい、で家は全て破産財団に、はい、破産申し立てを渡しされまして、はい、ですから私の持ってるものは全部破産財団にこう移管されたんです。へえ、はい、競売かなんかで誰かが買った可能性があるんですか、その家を。そうですね、はい、はあ、この間見に行きましたけど、
住んでらっしゃいました。あと赤の他人の金持ちが、はい、そうなんですね、はい、奥さんとかに慰謝料とか分かんないけど、はい、なんか払うんですかそういうのって。慰謝料3億円っていうふうに契約を交わしたんですけど、全額は払いませんでした。半額ぐらいは払ったんですか。半額まで3分の1ぐらいかなと思うんですけど。3分の1も払えば別にちゃんと生きていけますもんね奥さんは。なんとかあの妻はしっかり生きてます。はあ、で息子さんはちゃんと CM ディレクターになって地に足ついて活動してるんですね。今61歳ね。そうです、はい、出所してから2年目、はい、その出所した当時は資産あるんですか、はい、億ぐらい残ってるんですか。ないです、ないです。全なし。はい。じゃあどういう再出発ですか。いや本当にあの今東京にいますけど、たまたま私の周りに私を支えてくれる人がいてですね、うんうん、まあ、その人たちのおかげというか、うん、じゃ今は家賃どれくらいのところですか。家賃今7万円です。あ、まあ、だから本当に一人暮らしの男性の。そうです。で一月どれくらいお金使ってますか。どのくらい。外食ってほとんどしませんでしたので、うん、だいたい6万円ぐらい、6万から8万円ぐらいあれば、あの生きていけます、ね、じゃあなんていうかもろもろで一月20万円もあれば絶対生きていけ。あ、もう簡単に生きていけます。あ、っていうのを、はい、知り合いというか、はい、仲間の方が支えてくれてるっていう。そうです。はい、そうなんですね、はい、あ、それは別に借金っていう感じではないですけど、ね、そうですね。へえ、そうなんだ。どこあるんですか、こう今後こうなっていきたいとかっていう目標なのか。この間あの1月の5日にですね、あの能登半島地震が起こった時に、はい、1日に発生して5日に私あの現地に入ったんです、うん、でそれはまああのおそらく今の被災者って、はい、あの刑務所にいるのと同じぐらい閉鎖されてると思うんです、はい、ですから少しでも閉鎖された闇の部分をこう表に出してあげたいとかですね、うん、そういう気持ちがあって入ったんですけど、はい、そういうのを例えばあの刑務所にいた時にですね、あの早稲田の法学部出まして日本郵政に入った高橋恩君っていうのが いたんですけど、はい、彼は獄中死したんですけど、最終的にあの独房でですね誰にも見取られることなく亡くなったんです。もう苦しみながら亡くなったと思うんですけど、その時そういう人の思いってど言葉に表すと何なんだろうなっていうのを、そういうのをこう発信してでわずかな対価をいただくことができたら、そういう人生を送りたいなと。あ、じゃあなんかまあ、はい、文章なのか、はいはい、講演会なのか分かんないけども、はい、そういうことを今後やっていきたいってことですか。はい、まあ、そういう思いがあって、もう一人あの獄中自殺した、福永博義君っていうのがいるんですけど、彼は電気通信大学でですね、富士電機に入って、刑務所ってあの今いる事故と本来こうあるべきだっていう事故が対立して分裂していくようなケースってあると思うんですけど、まあ本来刑務所になんかにいるのは嘘の自分だっていうふうに強く自分は思うじゃないですか。だけど現実は刑務所にいて、その方はあの連続強姦したんですけど、ですからその自分と、まあ、電気通信大学出て親の期待に沿うように、まあ、富士電機のエンジニアになってですね、そのこの二面性を自分の中で消化できなくなって、でその人は自分のシャツを切り刻んでですねの口に詰めてで自殺したと言われてるんですけど、正確にはあの情報出てこないんですけど、これまあそういう聞いた話で、その人たちの思いって刑務所の中では知らされることもなく闇に葬られていくんですよね。さっきの高橋恩君も死んでるのに休養中っていう札がかけられてたんですね、刑務所で。僕はそういう経験して、この人たちの最後の思いって言葉にすると何なんだろうなって、誰かがやっぱり伝えてあげるべきことじゃないかなと思
一般の人にですね。すごい。でもあの仮装としても面白い仮装ですよね。それ自体があの誰もやってなさそうだし、はい、そのいや面白いって言っていいのか分かんないですけど、でもあの意味のあるというか。でこんな話を三谷さんのところでさせていただく機会をも持たせていただいた私は幸せだなと思って。あ、いい。あ、すごい。そういうのってやっぱその15年もあの刑務所にいると、はい、目の当たりにしていくっていうことなんですか。やっぱ、そうですね、目の当たりにしますね。何年ぐらいそういうのを見てきましたか。まあ、一番僕の印象に残ったのは早稲田の高橋本君と、それから電通大学の出身の福永博義君、うん、この2人は最悪のケースというかですね。え、それ自分同時期にいたんですか。いました。僕は 仲が良くてですね。あ、そうか、友達だったっていう感覚もあるんですね。そうです。塀の中の仲間というか、はい、刑務所で死ぬ時って、うん、猫と同じで、あの誰も見ていないんですよね、うん、だから死んでるか死んでないかもわからない。福永君なんかはちょっと薬を投与されて刑務所にあの拘束、手を自由に動かせないようにして、拘束、それをなんか規制られてたみたいなんですけど、まあ、自殺の恐れがあったんだと思うんですけど。あ、でその自殺を防止するために拘束医を規制られてたにもかかわらず、それをかいくぐって自殺したんですか。そうです。高橋本君の場合には非常ベルを押したのに誰も来なくて、亡くなっていることすら寝てると思ってたらしいんですよ。それは非常ベル鳴らしてるじゃないですか。はい。自殺してるけどやっぱ行きたいと思って直して押してたっていうことなんですか。あ、高橋本君の場合には自殺しようと してなかったんじゃないかと思うんですけど。自殺じゃないパターンの獄中死もたくさんあるんですよね。そうですね。その典型が高橋本君です。あまりにもかわいそうなんですね。それは刑務所の中のやり方改善されるべきっていう思いはあると思いますか。そうです。あ、いくら罪人だからといって人権はってことですか。はい、あの思いでしたよね。はい、あの普通に話してる分にはですね、本当に悪人っていないんですよね、うん、無期懲役の笠原信也君っていう、あの老人2人を殺して、うん、お孫さんを強姦しようとしたんですけど、それで無期懲役になったんですが、結構は彼と私親しくてですね、あのお母さんがフィリピン人で、うん、日本人から差別されたんで そういう事件を起こしたんですかって聞いたんですけど、回答はあの違いますって言いましたけど、でもやっぱり小さい頃からあのいじめの対象になったりしていたっていうことは認めてましたんで、ですから本当に悪人って私はいないような気がするんですけど。ああ、そうなんだ。そうですね。じゃあその刑務所の中の話みたいなことでも本を書きたいですか。そこだけもうお中心にしたというか。あ、それもですね、短編で集英社にコバルト短編賞ってありまして、はい、刑務所にいるときにそこに応募したんですよ。でも落選し、落選しました。まあまあ、でも今も別にね、本人にならなくてもノートとかでいくらでも書けますしね。でもとにかく発信していくってことですよね。はい、したいです。ただ一人立ちみたいなことは、はい、知人の世話にならずにその自分の書いた賃金だけで行きたいなっていう気持ちもあるんですか。もちろんです、もちろんです。そうしないとやっぱり自立してることにならないですから。まあ、ですからもうちょっとあの自分のあの値段とコストを考えて、コストの安い生活をするように頑張るつもりです。すごいジェットコースター人生ですね。東京がおもちゃみたいだと言ってた。おもちゃ側の方に。そうです、おもちゃにされてしまって。のしかも端っこの方に。そうです、今はいるってことですね。はい、あの端っこの方で落ちそうっていうか、あの持ちかけてる感じです、はあ、いや全然。でもそんな、でも一時消えますもんね。しかもあのなんか楽しそうですもんね。なんかあのなんかいつも笑顔だし。いやいや、そんなことないです。はい、ありがとうございます。いい機会をいただきました。ありがとうございます。はい、はい、失礼します。
たな。第6トークライブ3月16日札幌ファンステージさん、4月13日愛媛県松山市のスタジオオールさんにて行います。こちらもよろしくお願いいたします。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げもありますので、こちらもぜひぜひご入会お願いします。ネットショップにて第6グッズスポンサー券も販売しておりますので、よろしくお願いします。